なんと今16歳、尾崎豊君、それでは、1曲目はダンスホールという曲を聴いてもらいます。安いダンスホールはたくさんの人だかり、陽気な色と音楽とタバコの煙に巻かれてた。ぎゅうぎゅう詰めのダンスホール、洒落た小さなステップ、はしゃいで踊り続けてるお前を見つけた。猫のようなやつで生意気なやつ、小粋なドラ猫ってとこだよ。お前はずっと踊ったね。高校生なのにここまであのあったかい気持ちを持ったことを自分で表現できてるっていうことがすごく感動したっていうか、昨夜の口説き文句も忘れちまって、今夜も探しに行くのかい。今宵眠れる優しい胸を、そうさお前は孤独なダンサー。昨日は昨日本当は出るはずだったんですけれども、ちょっと親に反対されまして、出ることができなかったんですけれども、大変どうもご迷惑をかけました。まずどうして親に反対されたかっていうといろいろとありまして、最近文化祭が僕の学校であったんですけれども、実は、ちょっとした喧嘩をして1週間停学になりまして、それでその文化祭に出れなくなっちゃったわけなんですね。まあ今年だけならまだいいんですけれども、去年はオートバイで交通事故を起こしまして、去年も文化祭に出れなかったという、非常にこう集大というか、まあ本当に学校でも珍しいようなそういうことをしましてね、親としても本当2回ぐらいこう学校に出向いたわけで、とてもこう恥ずかしいということで、もうあまり好きなことをやらせないというようなことになりまして、次の曲はもうお前しか見えないっていうの、僕が高校に入って女の子を好きになった時に作った歌なんで、聴いてください。もうお前しか見えない、これはアルバムには収録されなかった幻のラブソング。人前で歌われたのはこれが最初で最後となった。語り草、夏の夢恋なんてと笑い飛ばしてみても、お前の姿焼き付いたまま消せやしないで、強がってるおいらバカだよ、さよならもうまく言えず、信じておくれよベイビーベイビー、回り道回り道したけれど、信じておくれよベイビーベイビー、もうお前しか見えない、おいらさ。ボロボロのジーンズにしわくちゃのシャツ、裸足にサンダル、20人の男たちが彼を見つめていた。オーディションは終わった。